デレック・ウルフは、オハイオ州リスボン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のボルチモア・レイブンズに所属している。ポジションは、ディフェンシブ・エンド。地元のオハイオ州リスボンの高校から、新シシティ大学へ進学した。2008年から2011年までの4年間で162タックル、19.5サックを挙げた。 大学4年時の2011年には、ラトガーズ大学のカシーム・グリーンと共にビッグ、イーストカンファレンスの最優秀守備選手に選ばれた。2012年の NFL ドラフト2巡で、デンバーブロンコスに指名された。8月9日のプレシーズンゲーム第1週、シカゴベアーズ戦で2サックを挙げた。1年目の2012年、40タックル及びボンミラー。 エルビス・デューマービルに続くチーム3位の6サックを挙げた。2013年8月17日のシアトル・シーホークスとのプレシーズンゲームで頭部を強打して起き上がれなくなり救急車で運ばれた。第13週のカンザス・シティ・チーフス戦へ向けてデンバー国際空港へ移動中のバスの中で具合が悪くなり遠征への動向を取りやめた。その後12月2日に 病院から退院した。AFC チャンピオンシップゲーム前の1月14日に故障者リスト入りしてシーズンを終えた。この年チームは第48回スーパーボールに出場したがシアトルシーホークスに敗れた。2015年運動能力強化薬物違反で開幕から4試合の出場停止処分を受けたがチームは第50回スーパーボールに出場し カロライナ・パンサーズを24から10で破った。この試合で彼は5タックル、0.5サックを挙げた。スーパーボール直前の2016年1月15日、4年3670万ドルの契約延長を果たした。2017年12月5日、首の負傷で故障者リスト入りした。2019年12月に、肘の故障で故障者リスト入りした。 その年12試合に出場し7サックを挙げた。2020年3月、マイケル・ブロッカーズがフリーエージェントでロサンゼルスラムズに去ったボルチモア・レイブンズと1年300万ドルで契約を結んだ。ありがとうございます。